はい、どうもハピネスダークのハピネスです。ニケシャープにやっていきたいと思います。ようやく続きができる。で、今日収録が11月6日のちょうど12時ぐらいなんですけど、11月4日でね、1周年を迎えたということで、ニケがねようやく1周年って聞いてね、あ、まだまあいい意味でまだそんなもんなんだって、超人気だから、そのニケっていうゲームタイトルがね、でようやく1周年ということで、無事1周年を迎えられたとでも言うのかな、おめでとうございます。まあそんなにね、俺もまだ全然ニケに詳しいわけじゃないし、っていうかチュートリアル中だと思うんだよねこれそんな感じなんですけれども、続きをねやっていきたいと思います。で、ちょっとね最初に説明しておくべきことがあります。実は先日収録してたら、その Android に入ってる画面収録で俺収録してたのね、シャープ1とかは。今日なんか知らないけど途中で止まって、収録がえってなって、でちょうどシミュレーションのチュートリアルやってた時に気づいて、ガチャのとことか残ってんだけど、なんでちょっとシミュレーションのところは別途アカウント作って、なんかこここうだったねみたいな、コメントを残すように別途映像を用意しました。でそれを、今まで最初に皆さんがシャープ1で見ていただいたアカウントとつなげてお送りします。なのでシミュレーションの部分だけは別のアカウントなんだけど、基本的にはあのアカウントで進めていくので、まあそのあたりね、ちょっと前後してわけわかんないことになりそうなんだけど、まあその都度こっからはこうだよああだよっていうのを言っていきたいと思います。なので今回はね、もうちゃんとしたソフトを使ってもう用意して、でそれに関して大変だった話もたくさんあるんだけど、さあここで話さず別途ラジオ動画用意しますまあ興味がある方はね、準備ができ次第概要欄に貼っておきますので見てみてください。ちょっと説明が長くなっちゃって申し訳ない。じゃあガチャの流れを見ていただきたいと思いますので、じゃあ映像を切り替えます。まずはシャープ1の方からです。テロップ出てると思うんで、それでご判断してみてください。で結構前回はやってめちゃくちゃコメントもいただいて、ありがたい限りで嬉しかったです。なんか俺の的外れもいいところの、あ、まああとでも合ってるところもあったんだけど、まあいろんなトークも込みで楽しんでいただけたということでね、はい、ありがとうございます。まあ引き続きそんな感じで俺なりのペースでやっていくと思います。で10人募集を選択してください。ありがとうございます。これガチャだね。はいはい、わかりました。これあ、まあ始まってるね。かっこいいんだけど、今時のガチャってこんなもん。今時も俺古いガチャも知らんけど、こん、あ、これ動かすの、わあ、なるほどかっけえ、なにこれこんなもんなの、すごいね。いやもうやったことないですから、そのガチャとか。デルタ、ただ今より任務を遂行します。かわいいね、いい低音ボイスだ。なるほどね、こういう風に見えんだ。ネオン、この子かわいいな、メガネっ子好き。これあれか、みんな使えるんだよね。まあもちろんそうだよね。そう、どの子を育てるかとか、なんかそういうのを考えたくなってくるね。テトラ、美味しいもの食べに行こう好きそうな人いそう、めちゃくちゃ壁にぶっ刺さる人いそう。ソルジャーオール、ただいま、なるほどね。こういう顔が隠れてる子たちは、まあそのなんつうんだろう、メインところじゃないけれどもってあれなんだね。すごい、でも能力値高そうな子もいそうだな。武装点検完了。うん、これはさっきの子だね。まあ、やっぱかぶったりするんだよね。出やすい子とかそうじゃない子とかいろいろいるんだろうね。あと BGM いいな、すごくいい。あ、ニケの BGM の完成度やばくね。いや、ワクワクするんだよな、聞いてて。よろしく頼む。あ、この子もかっこいいな。だから BGM 単体聞いててもすごい良くない。うん、ゲームももちろん面白いんだけどさ、ただいまより合流します。なんかチュートリアルの時点でめちゃくちゃ面白かったっていうね。なんかこれはレアが確定で出るよみたいなやつなのかな。ちょ、演出全然違うもんな。めっちゃ可愛いんだけど、何この子。ちょっと一瞬マリアンかと思っちゃったんだけどえ、もう復活みたいな感じで思ったんだけど、そうじゃないよね。この子めちゃくちゃ可愛いんだけど。なるほどね、ディーゼル。でもなんか強いキャラ弱いキャラとかきっといるんだろうね。まあ強い弱いというより、その状況においてすごく特攻を持ってるというか、特化してるというか、使いやすいとかね、安定してるキャラっているんだろうね。まあどの子がどうかって全然わからんし、あんま調べないと思うから、まあみんなのコメントからちょっと教えてもらいたいなっていうのはあるね。ただいまより合流します。まあ今回もね、ネタバレはちょっと控えていただきつつ、ストーリー初見なんでね、うん、まあストーリーメインでこのゲームもやっていきたいと思います。あ、いいんじゃないこれで。はい、ありがとうございます。あ、 SSR 確定みたいな感じなのかな。募集、分隊の募集が終わりましたので部隊編成に移ります。はい、これさ10人の他にもさ、
誰だ、ラピ、そうラピとかアニスっていうのは使えるんだよね。あの子たちはなんかちょっと入れておきたいんだけど、これ課金しちゃうなこのゲーム。あーなるほどね、はい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 、なるほど。なんか課金するパックとかもいろいろあるわけでしょ、そのソシャゲっていうのはさ。どれがおすすめとか全然わかんないもんね。ここでは募集したニケで舞台を編成することができます。あーなるほどね、はいはい、さっきのディーゼル入れようよ。舞台はバースト段階をよく考えて編成するのが重要。そういうレベルか俺今。バーストスキルには段階があり、1,2,3 の順で連携できます。バースト3段階スキルまで全て使用するとフルバーストに突入して全火力で集中。うん、まあチュートリアルでやったね。ああーこういうことか、 1,2,3。 あーはいはい、ですので戦闘フルバーストまで到達できるように、はいはい、バーストスキルが次の段階。あーなるほどなるほど、わかりやすい、ありがとうございます。ニケの枠を選択してください。はい、ここでは指揮官のお好きなように舞台を編成できます。あ、アニスとラピもいるね、安心しました。はい、上のはね、もう本当になんかおぼつかない手が。上の枠で舞台編成ステータスの確認ができます。はい、ありがとうございます。下で指揮官が所持している日記を確認できます。はい、ありがとうございます。舞台で編成するには、あ、ディーゼル入れようよ。すでに編成された舞台があるので編成されて日記、あーすいません、はい、そういうことですね。じゃあとりあえず、あ、まあ、チュートリアルだから指示に従いゃいいんだな、黙ってやれってやつですね。すでに編成されている2機を選ぶと舞台から解除。はい、わかりました、2機を選んで舞台、はい、出撃準備完了。はい、はい、びっくりしました。はい、 OK です、わかりました、了解です。自動編成を選択すると募集した2機たちで最適な舞台編成。あー、なんかね、普段ね俺自動編成ってあんまやんないんだけど、うん、なんかちょっと最初はこれでやろうかな。うん、すべてね、よしあしが分かってないから、うん、すべてのスロットに2機が編成されました。保存ボタンを押して、保存を完了してください。ありがとうございます。あ、いいんじゃないですか、じゃあこのメンツでいきましょうか。はい、このホーム画面の子っていうのも変えられるのかな。整備しながらいろいろなことを学びましたね。では次の任務へ。早いな。はい、進行すべき次の任務はこちらです。はい、ミッションタブのボタンを押すと次の任務進行。あーなるほどね。次の目標が分からなくなった時はミッションタブを確認してすぐに移動。はい、説明が長くなってしまいました。いや、とんでもございません。では次の任務を遂行し、俺の性格に合ってるこのゲーム。みんな丁寧な口調。 OK です。なんだこれは、基地か。お、マリアンに。そうね、一体何があったの。そうね、あの直後だもんな。そう、じゃあオートでいきましょう。マリアに埋め込まれた侵食コードはナビゲーションだったと思われます。ちょっと待って待って待って、話が、なんだっけ。そう、マリアンは向こうに、あれそうだよね、そうそうだそうだ、あ、そうそうそう、俺も思ったの。そう、あのね、操られてて、でマリアンと戦うかと思ったんだよあの時。でもそうじゃなくてね、まあでも結局主人公がね最後その処刑をすることになってしまったんだけれども、ブラックスミスのところへ逃げたちを案内する役割。いや、まあそうだよね、そういう話だったよね。よ、そうそうなんだよ。でもおとりに使われたんだよね。正常だったのよ、抵抗手段なんだから。指揮官がいたからです。指揮官がいたから、どういうこと。逃げた最優先事項は指揮官を守り、なるほど、なるほど、抵抗手段だね。出会ってからずっとすごく混乱していたらしいね。いい、余計に辛いんですけど。このシフティの淡々というところがすごいわ、面白い。なるほどね、だ最後の砦でちょっと意識を守ってたみたいな。お、これオープニングの絵ですね。侵食が始まったのは、あ、そうなんだよ、俺も思ったんだよ。そのなんだ、ヘリかなんかわかんないけど、輸送機で、その輸送機の中で爆弾を爆発させて、で冒頭のシーンになるわけでしょ。その前とかっていうのは、でも基地から飛び立ってって、うちをなんかどのタイミングでみたいな。だからこれマリアンのことだけじゃなくて、結局やべえのは人間じゃねえみたいな、内部に敵がいるんじゃないのこれ。輸送機を撃墜させたという、登場するときにすでに侵食状態だったと見るのが妥当な。人間のふりしてるなんかがいいんじゃないのこれって俺は思う。そうなんですよ。アークの防護壁が破れたのでしょうか。いいえ、
防護壁は堅固よ。侵食くらい簡単に排除。そう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 。ラピ、何を言いたい？あんま深入りすると命ネッゾのやつじゃないのこれ。いやここでさーってこれ映すってことはいるでってことじゃんこれ。スミスに勝っただ。誰だお前？適当に派遣した指揮官がか。アンダーソン。それもたった一日、二ケ三体で。俺はあまりこいつが嫌いじゃない、好きじゃないか、なんでもめちゃくちゃになっちゃった。なにこいつ偉そうなの、偉い人だからか。どうもご無沙汰です。当選中に破壊されましたけど。そうですね、いい人なのかなこの人。シュッティ君、光線データを転送しましょうか。いや、いい、その必要はない。ただその指揮官に一度会ってみたい。15時以降は予定が空くと思う。あ、まだ俺が会ってんじゃないのか。なるほどなるほど。はい、そのように伝えておきます。なんとなくそのニケたちに接するあれと、あと人間に接するあれをわきまえている人なのかもしれないね。うん、でもね、ちょっと最初ね、こうやってちょっと斜めに、なんかその車に構えた感じで出てくる人って敵役か、あ、すげえいいやつじゃんみたいな、多分どっちかなんだよ。よろしく、うん、俺はそれを信じる。よろしく頼む、アンダーソン。あ、おしゃべだな、ちょっと。一緒に来るよ、伝えてくれ。え、アニスラピ？武装した状態、何？どういうこと？ストーリー面白いね。ラピとアニスも一緒に来るようにとのことだ。これってあれかしら？あれ？何ですか？一分隊にも満たない戦力でブラックスミスを倒すなんてすごいな。お前を表彰してやろうみたいな。忠実な犬として頑張って。そういう感覚もあるんだ。なるほどね。俺まだニケがどこまでその人間臭いのかってあんまり理解しないんだよね。早く行って、ちゃちゃっと終わらせるんだから。なんかでももう完全に人間として見ちゃう時あるけどね、やっぱり。うん。最近さ、あのプルートを見たばっかだからさ、あのもう超絶すごいアニメ。うん。そう、あれを見たから余計に最近この機械と人間とっていうところをすごくやっぱまた改めて考えさせられてる気分なんだよね。武装してくるようにと言っていた。なんでだろうね。それは分かんないな。嫌な予感がするわ。武装してくる。普通のことじゃないもんね。アークに移動する。はい、指揮官副司令官室がこちらです。あ、なるほど、こういう風にマップ移動できるんだね。はい、じゃあ行ってみましょう。ほう。なんかもう品定めみたいな感じになってますけど。君たちか。はい、そうでございます。どうも、アンダーソンさん。中央政府司令部の副司令官。副司令官なんだね。どうも、よろしく。呼んで構わない。あ、そうよ。じゃあパイセン。じゃあこれ好感度とかある？ちょっと待って、これ好感度システムとかあります？適当に選んじゃまずい。いや、面白えなっていくとさ、大概さ、ちょっとマイナスポイントっぽいじゃん、こういうシミュレーション系はさ。やめた乗りたい勢いはやめた方がいいかな。ちょっといや、だって普通に面白いじゃん、パイセンで呼んだ方が。アンダーソンということで、あ、はい。まあ、どっちみちだな。サマもなんか柄じゃない感じがするし、この人。テストをしたくてね。まあ、おう。難しくないから。シミュレーションかな。あ、なるほどなるほど、分かった。あれか、その実際にブラックスミスを倒したあれをそのちょっと見せてほしいから、うん、やってくれってことか。なるほどね。状態のままシミュレーション。おお、やっぱそうだ。はい、分かりました。詳細を聞くように。シミュレーションルーム、この世界観のシミュレーションルームはすごい忠実そうだね。アニス、なんだ。気になることは聞かなきゃ。電話でよくね的な。直接会ってみたかったのだ。ああ、なんかこの人もこの人なりの考えがあるんだね。うん、なんかアニスは納得いってないね。アニスは意外にこう疑り深いというか、いろいろとそのいろんな方向性で物事を見るよね。あとさ、アンダーソンさ、左手傷ついてるね。あ、右手もそうだね。もしかして一部機械とかない？なんか体中傷だらけだよね、ここまで来たら。うん、きっと体にすごいたくさん傷ありそうで、
この正面を向かない角度あるじゃん、このアンダーソンのこうちょっと目的がありそうな人物に見えるんだよね、やっぱね。この構え方で目もすごい切れ目だし、なんか忠実なんだけれどもなんか臨機応変にあらゆる物事に対処できる、そういうなんか柔軟性も持ってるみたいな、そんな感じだよね。でこれが司令官じゃなくて副司令官っていう、なんかその立場もねまたちょっと考えちゃうんだよな。まあまあまあいいや、ちょっとあんまりあれしてるとちょっと待ってまた動画長くなっちゃうから、質問があります。一つくらいなら答えられそう。ちょっと待ってくれ、アンダーソンは腕時計をちらっと見た。質問したまえ。あ、どうもありがとうございます、お忙しいところ。はい、やっぱ几帳面なんだねこの人ね、腕時計ね。どっちの腕、まあイラストでは書かれてないからどっちの腕につけてるかわかんないけど、マリアンの侵食はアークで始まったようですが、何か知ってますか。おぶっこんだな俺。聞いたね、マリア。そうだね、ここで。マリアとは誰だ。あの可愛い子です。みんな可愛いけど破壊されたという。あ、そうですそうです、その人。その質問には答えられないな。なんでだよ。我々も事情を調べているところだが、一つだけ確実に言えるのは、はい、アークの防護壁は怪しいな。絶対に破ることはできない。さてってことは内部の人ってことでしょ。もうその答えみたいなもんなんだけど。ちょっとはい、席を立つ。はい、わかりました。もし誰かが何らかの意思を持って、はい、ニケに侵食を埋め込んだ。何この会話怖い。それが君が手も足も出せないと、はい、巨大なものだったとしたら君はどうする。身内じゃねえかよ。敵は敵は身内か、どっかの大手企業か。対価を払ってもらいます。理由を聞くと思います。あんま目つけられたくないんで、あの内心は対価払ってもらうのよ。マリアのこと大好きだからね、みんなそうだと思うけど、対価、内心は対価払ってもらうんだけど、ここで対価払ってもらいますって言ったところで、あ、ちょっとさ生意気じゃねっていう目のつけられ方すんのよ。でそうなるといざって時に動きづらくなるんだよね、こっちが。まあそんなストーリーかどうかわからないんだけれども、現実的に考えた時に俺はここをここで理由を聞くと思いますっていう感じで嘘ついといて、いざとなったら仇を取るぞっつって行くタイプ。そんな感じだから俺は、あえてここは対価を払ってもらいますを、気持ち的にはそうなんだけど理由を聞くと思いますって行く。そう、何事にも理由はあるはず。そうだね、それはつまり納得できる理由ならミス。いや、そうじゃないっす。ということか、ね、ああ、責めているわけではない。ああ、なるほどね。答えが返ってくるか気になったものでね。いや、なんかさ、ちょ、待て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 、アンダーソン、アンダー君、アンダー君、理由があったら、ああ、まあつまり、ああ、見逃すっていう、あ、オッケーっす。聞けてよかったよみたいな感じで勝手に話を終わらすんじゃないよ。すごい納得いかなかった。なんか誤解されてる感じで、まあいいんだけどね、その方がいざって時動きやすいと思うから。はい、こんな感じでさ余計な話ばっかしちゃうからね。いや、いいですね。でも話面白い、一個一個。時間かけすぎかな、ちょっと一つの会話に。そこ重要じゃないよまだみたいな感じもあるかもしれないね。はい、じゃあガチャ終わって、まあいろいろと可愛い子たちがいっぱい出てね、まあ使いやすいのか使いにくいのかちょっとまだ全然俺は分からないんだけれども、まあ一応ね、ここからはシミュレーターというシミュレーションのチュートリアルということで、ここをね、収録してたら突然切れて収録が、そうだからイングリッドさんが残んなかったのよ、映像が。それはないだろうと思って、だからちょっとね、残すようにしました。はい、だからちょっとここのシミュレーションの流れは知ってます。うん、な、知ってる体でのコメントになります、申し訳ない。じゃあオートにしましょうかね。いや、イングリッドさんもニケなのかなとかいろんなコメントしながらさやってたのに、そうで、こういうこと、このアニスとかさラピーたちの反応とかさ会話もしっかりあるじゃん、うん、やっぱりこれはね、ちょっと見てかなきゃなみたいな感じだからね。しかもあの人エリシオンの CEO、 そうなんか CEO とかさ、なんかやたら趣味で、本当に本当かってでこの顔な。どんな顔してんだっていう、面白い。
シミュレーションルームで模擬戦闘をやってもらう。簡単そうに聞こえるかもしれないが、そう甘くはない。アーク技術の結晶と呼ばれるシミュレーションルームは、全てが現実の戦闘と同じく再現されている。戦闘中に発生しうる各種の突発的な状況はもちろん、ラプチャーとの戦闘も完璧に再現されている。諸君はこのシミュレーションルームで各種突発事項や戦闘状況をタクティカルに取り、そう、タクティカルね、タクティカルにテストを。何なんタクティカルはっていう。以上、質問があります。質問はすごい、この盾社会が厳しいよね。諸君の分隊名を聞こう。分隊名を言う。はい、カウンタース。そう、あの、だからそのただ練習するだけじゃなくて、これもう一つのコンテンツだなって思ったのやってて、期待している。そうだからね、ちょっとね、ここからね、あの、戦闘に出せる子たちはちょっとあのガチャで出た子たちじゃないです。うん、そうそうそう、やんなきゃいけなかったんであれだったんですけど、シミュレーション開始でね、なんかいろんなバフかけられたりとかでね、面白いみたいね。うん、なんかこんな感じで、何、自分たちの舞台決めて、で報酬があって、でバフ決めて、次の階層へ行ってみたいなね。そうで、なんかシミュレーションルームにもこのツインテの可愛い子がいるっていうね。この子はニケなんだよね。シミュレーション専用って感じなのかな、どうなんだろうね。あ、で読んでた方がいいか。セクターの各ステージでは1から3の選択肢が与えられる。一種の突発的な状況を再現したもので、その選択は戦闘に、直接的な影響を与える。はい、100分は一見にしかず、実際に戦闘をやってみましょう。はい、そうなんだよ、こうやって戦闘して、でなんか勝つとバフがもらえてみたいな。今度は私の勝ち確定だわ。そんでなんかオート戦闘もできるみたいな感じで、これまあソシャゲあるあるっぽい感じがしてるんだけど、どうなんだろうね。はい、まあ結構その戦闘力が勝ってる時は、ごめんね、ガーって進めちゃってるんだけど、戦闘力が勝ってる時は、あの、もうオート戦闘の方がまあ効率いいっすよみたいな、そんな感じだね。バフ獲得、戦闘選択肢をクリアすると、バフを獲得する。もちろんバフ効果はシミュレーションルームのみで適用される。まあそりゃねみたいなね。バフはお前が望むものを選択することができる。効果と、舞台構成を考慮して適切なバフを選択するといい。なかなか難しいよな。でもこれ慣れ必要だからね、うん、簡単に言うけどイングリッドさんみたいな。バフにはチェーンタイプというものが存在していて、獲得したバフのチェーンタイプはここで確認できるよっていう、なんか連鎖するみたいね。うん、さっきお前が獲得したバフのチェーンタイプも追加されたよ。チェーンタイプには三角四角七角、そう、これ前ないってなったなんてみたいなむずみたいな感じだったんだけど、まあ慣れなんだと思いますわ。あ、いや、これどのぐらいの頻度でやった方がいいのかってちょっとおすすめ聞きたいな。もしご存知の方いたらちょっとコメントで教えてもらえると嬉しいです。シミュレーションルームでは、まあ、毎日やった方がいいのかな。シミュレーションルームでは戦闘を通じてバフを得るだけでなく、突発的な状況からバフを得ることもできる。そうそう、なんか回復もできるみたいね。そう、ダメージ受けたら回復できるよみたいな。集中資料室ではニケの HP を回復したり、戦闘不能状態を直すことができる。今回のニケは HP を回復してみましょう。丁寧だよね、チュートリアルがね。ここまでお疲れ様。じゃあね。じゃあね。そんなこと言ってたっけ。で、あ、このね、なんかあのボスマーク、ちょっとかわいい、なんかそのドクロマークみたいな、あれは自分でやらなきゃいけないらしいから、そう、こっからは操作しましょうみたいな感じだね。いや、ほんとね、ちょ、ニケできないかと思ったんだよね、正直。いや、今その話しちゃうのはもうなんか今すぐしたいんだよなあの、なんかそのニケの収録が落ちたってやつ。そう、そう、ここが抜け、すっぽり抜けてたから、ここをやってると余計ね。あ、 OKOKOK。 そうで、なんか特別なね、なんかこういう感じみたいね、なんかその敵がね、かわいい。あの子なんだっけ、ね、ネオンだっけ。あの子のなんか演出かわいいよな。よしよしよし。なんかこれでもそんなになんか難しい感じじゃないよね、ここはね。うん、まあチュートリアルだからっていうのはあるんだけど、なんかそのやたらなんかこのギミックでどうこうしなきゃいけないとかあるわけじゃなくて、単純にまあこのゲームがってことかもしれないけど、単純にこうやって敵撃ってイエーイみたいな感じになれるのがいいよね。でもね、これね、ほんとね、見てなきゃいけないのが大変そう、見てなきゃいけないっていうか、そのしっかりとゲージとか相手の行動とか
しっかりと見てないとすぐダメージ受けたりしちゃうから本当に大変。結構ダメージ受けちゃうんだよね。だから俺 それがね大変だなって思うのこれ敵の動き見てる余裕まだないぞみたいな、そういうレベルに達しないといけないのはそうなんだけど、なかなか大変。いや BGM がいいね、やっぱかっこいいね。でこれもなんかバフなんだよね、クイックマガジンで。これでシミュレーションをクリアして報酬もらってみたいな感じだね。あ、選択した セクターの全ての難易度をクリアすると保持しているバフの中の一つをレガシーとして登録できる。はい、いつでもセットできるよってことだね。それいいよな。バフレガシーとして選択したバフは次のシミュレーションルームの実行時に事前に保存した状態で進めることができる。だやればやるほど強い相手とも戦えるようになるし、まあ有利に物事を進められるようになるよって感じなんだよね。でこれでストーリー的にはそのマリアンとの事件があったあれこれでどんだけの戦闘能力だったのかっていうのが測れたってことなんだよね、向こうとしては。でなんかね、どこまで行ったんだっけかな、このあとまで行ったっけ。ああ、そうねここで気づきました。そのぽいでしょ、ここで気づいたんだよここであれ収録が切れてるみたいな感じで気づいたので、こっから先はシャープ1だ。今まで皆さんがシャープ1で見てもらっていたアカウントでの進行になります。なのでちょっと映像を今切り替えます。まあこれは編集通してやってるんで多分皆さんはスムーズにねつながりよく見れてると思いますけれども、今シャープ1に変わりました。あ、シャープ1っていうのはその前回ねやってたアカウントに変わりましたので、これはね皆さんがガチャとか、それで見ていただいたニケが付与されているアカウントになりますね。じゃあ、オートで行こうかな。こっからの会話はね、聞いたことないんでちょっと慎重に聞いていきたいね。作戦終了の報告は完了しました、はい、しばらく待機しろとのことです。うん、まあ探ってんだよね向こうも、一体何があったのかみたいな。これなんだと思う。やっぱ異例なんだね、言葉通りに何のテストかってことだよな。私たちが怪しい結果を出したのは間違いないから。それがさ、そのマリアンのこともまあしかりなんだけど、まあそもそもね、マリアンがなんでああいう行動を取ったのかってその原因も謎だし、ね、このアニスとラピのポテンシャルが高いのもあるとは思うんだけど、やっぱ主人公だよね。あ、今までの人間と違うなみたいな反応をそれぞれみんなしてるじゃん。ラピにしろ、まあラピはそんなに表だったじゃないんだけど、アニスにしても、え、怒んないのとかね。うん、でマリアンもちょっと普通とは違う接し方をしてたっていうのは、やっぱ主人公になんかあるんだろうね。うまくやってもやらなくても何か言われる。それな、一番困るやつな。指揮官様、何か知らない知ってたらここにいないと思うんだが、私もよくわからない。悪いことではないと思います。そうだね、功を奏したのは確かですから。そうだな。うーん、とりあえず待機するしかないのかな。一番じれったい時間だよな、こういうのが。待つしかできないみたいな。結果はどうだ。おいおいおい、なになになに、驚くほどだ。どっち、 それはどっち。最悪だ俺もよく言われたな、懐かしいないや、今でこそいろんなそのね声のお仕事とかもやらせてもらってるけど、勉強してた頃はお前ら一番例年で一番ひでえよとかって言われてたなイングリッドさん、先生と呼んでいこう。差がありすぎる。ああ、だから実際実戦で何か起こってたんだよな。シミュレーション実戦を任せてみようじゃん。あ、何それ。仕事はいくらでもある。さあ、いくらでもあるって状況もどうなんですか。最高に難しいもの消えてもらおうとしてるのか、彼らならできるかもしれないみたいなテストなのか、まだ込み込みだろうな。海の近くの都市にあったあれのこと。だから他のニケたちも、あ、そうシャープ1に結構やっぱコメントもらったっていうコメント、あ、さっきトーク多分入ってたと思うんだけど、本当にそうで、あのニケのストーリーいいですよとか、これからね出てくるニケたちのやり取りもすごい注目してほしいですみたいなね、やっぱストーリーにも定評があるというか人気も高いみたいで、俺もねそのコメント見てて読ましてもらってて、もう本当ワクワクしちゃって、あ、早く先やりたいなっていうね、できない可能性がちょっと垣間見えたんで危なかったんですけど、まあ楽しみですよね。今ラピとアニス中心って感じだから。あんなに苦労したのに褒められもせず、また苦労させられる。いやーちょっとな、マリアン復活ってないのかな。どうなん、あ、どうなんて、あ、ちょっとネタバレかかってたらあんま言ってほしくないんだけど、コメントで教えてほしいのは、その
マリアンってガチャで出たりしないでしょ、あのキャラ絶対に。出たらおかしいもんね。あ、出んのかな、わかんないけど、なんかここまでこだわりあったらそういうの実装してませんとか、なんか最初だけですキャラクターとして使えるのはぐらいの勢いでやってそうな気がするんだよね、うん、しかし命令だ。ああ、はいはい、偉大なる中央政府のお犬様じゃありませんか。皮肉も言えるんだもんな、もう人間だよな。ごめん、言い過ぎたわ。元となっている女の子がいそうだよね。割り当てられますか。まあ、なぜ女の子なのかってところも気になるけど、ニケっていうのがね、はい、あ、まあ勝利の女神ニケだから、そうか、ニケはニケなのか、女神がモチーフになってるのかからの、なぜこのビジュアルなのかっていうとこだよね。何か問題でも。同一の指揮官とニケが連続して作戦に割り当てられることはありません。あ、そうなん。へえ、なんで信頼関係とかで生まれちゃうから。でもラピュタアニスもあれだよね、かなり互いのことを互いの間だけで知ってるみたいな内容もありそうだよね。そう、ちょっとね、あのラピの髪がすごいなって思って、いつももうなんかオーラみたいになってんのがこれいいなって、そのちょっとふわふわしてる感じが、あれ逆に可愛いよね、そういうのいいなって思う。大抵の場合、作戦過程でトラブルが発生する、うん、作戦過程でトラブル、具体的にはトラブルが発生した状態で作戦に投入すると、どういうこと。チームワークにも大きな影響を及ぼすため、お前はいつもさみたいな、フラストレーションためんの。指揮官様がニケを現場で処分したってことも。何それ。あ、なんか最初に言ってたよね、あのごめんね、ちょいちょい止めて、あのシフティがさ、その暴走した、もうなんかちょ脳に損傷を負ったニケは原則指揮官があれしなきゃいけないっていう、でその時にニケはニケを始末することができないみたいなことを言ってたと思うんだよね。で最初のオープニング、あのデータインストールしてますのオープニングの時にさ、なんだっけ、ウィーライズだっけ、あのテーマソングが流れるじゃん。であの時にラピとなんか誰か女の子ニケだと思うんだけど、銃構えてる同士なんだよね。あれはまた特別なシチュエーションなのかなとかね、いろんな妄想がね頭の中にねこう錯綜しちゃってんのよ。ケースもありますので。あ、そうですか。同じペアで戦うには少なくても3回間隔を空けなければなりません。へー、なんで今回は例外ですね。処分ね。なんかそれも全員処分するつもりよね。あ、なんかそれはありそう。そんなことをする理由がありません。あ、陰謀論はよしとけみたいなね。なんで急に現れるの。作戦開始と聞いてサポートしに来たんです。あ、なんかシフティはあれなのかな。処分する必要があるなら今ここでできます。あー、なるほどね。なんかテストしてんだよね、だからね。まあ、まあ、やられたらやられたで、まあ、頑張ったよみたいな3年、そこまでだよお前らって感じなんだけど、できたらできたで、じゃあちょっとこいつらにかけてみようかみたいな、そういうのがあるのかな。でさ、ちょっと思ったんだけど、シフティってこの子、ラピ？アニスの専属オペレーターなのかな。なんか、この3人はさ、結構親交があるみたいなトークするじゃない、やっぱり。うん、でもニケっていっぱいいるわけでしょ、まあ、ガチャで回してやってね、量産型の子もいればこういうなんかラピとかアニスみたいな雰囲気の子たちもいればみたいな感じでいっぱいいるわけじゃない。とにかくで全部に全部シフティー、あ、 AI なのかこの子は、もしかすると一つのオペレーションニケとしていて複数のところにシフティーがいるのかな。だからオペレーターはシフティ一人なのかもしれない。勝手に結論付けてなんか勝手にどんどん話進めてるけど、なるほどね。つまりごく普通の作戦だということです。いや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 、ああ、とても普通よ。そう説明しなさいと言われてるんじゃないですか。本当によろしい。シフティは本当に無機質な時があるからな、たまに。ああ、何何これ選択肢、やっぱ好感度あんのこれ、好感度システムで、私は君たちを撃ったりしないっていうなんか言い方すっごい嫌だね。私は君たちを信じる、まあこれもちょっと上からで嫌なんだけど、私は君たちを撃ったりしないって、いや俺まあ性格がちょっと擦れてるからあれかもしんないけど、俺がニケだったら、ごめんね気持ち悪い想像して、俺がニケだったら本当かってなってる。うん、それだけ。まあでもとりあえず俺は私は君たちを信じるみたいな風にしたい。一体私たちの何を見て信じるっていうのか。え、もうこれまんま。じゃあ、え、説明させんの。私たちも指揮官様を信じてみよう。ああ、あざます。アニス可愛いな、この子人気高いだろう。ああ、でここが
なんかそのメニュー画面なんだよね。でイベントとかねやってんだよね。でもどれがどれだかわからんから、あ、なんかこのなんだっけ、レッドフードだっけ、ごめん間違えてたらファンの人ごめん、うん、この赤い髪の子は新キャラなんだよね。うんうんうん、わかりました。まあイベントとかあるんですね。あ、もうこれは俺がやっていい感じなんですか。あー、そうですかじゃあキャッシュショップっていうのはこれ課金のやつだよね。なるほどね。課金っていうかそのガチャとか回すためのあのポイントが買えるやつだよね。何から行けばいいんだろうね。あ、単位場所1日1回無料とかあるんだ。へえ、もう1回回したいね。で、これ何？え、何これ？え、何この LINE 的なことができんの？ LINE とか言っちゃってるけど。あ、メッセージなの。面白。へえ、何？おお、これは親近感湧くでしょ。え、ソシャゲってこんな感じ？全部が全部、いや本当にソシャゲをこんな本格的にやってるの俺ニケぐらいだからさ、マジでこんな感じなんだ、すごいね。いやこれはさすがにね、好きになるよこの子たちを。だって自分のところにメッセージ飛んできてるようなもんじゃん。これはあのいかにゲームだって思っててもちゃんと感情移入できるね。俺こういうの大好きだわ。そういうメタ的な意味でもそうだし、そのプレイヤーが感動できるという意味でもね。ごめんね、ちょっと変な視点でこのゲームやってると思う。あんまこういうトーク普通はしないと思うんだけど、まあ普通ってなんだって話なんだけど、俺こういう感じでいつもゲームやっちゃってるから、アニメとか映画前も言ったけど、その見るとき全部こうだから、ちょっと苦手な方はごめんなさい。でもこのスタイルでいきます。俺は俺なりに、すいません、もうダメだ笑ってるわじゃあ読んでいこうか。指揮官、少しお時間よろしいでしょうか。大丈夫だ。なあ、すごい、こっちがメッセージ送ったんだけどいやあのね、大丈夫だって、パッて出るのはいいんだよ、普通なんだよ。今さ、これ右からちゃんと左に動いて出たよね、メッセージが。やばい、いやそれ超大事なんよ。ほらちゃんと会話してるってことじゃん。よく考えたらまだきちんとご挨拶できていませんでしたね。しかもこれの何がすごいって、あのメッセージスタイルなのね。なんか普段みんな LINE から例えば友達とか彼女とか、まあ、彼氏とかねから お父さんお母さんでも誰でもいいんだけど、連絡来た時にさ、その文面を読み上げるわけじゃないじゃない。まあ読み上げ機能あるのかちょっと分かんないんだけど、うん、なんかその人のね生の声で読んでるわけじゃないじゃん。お母さんだったらお母さんの声でその LINE の文章を読むわけじゃないじゃん。なんかこれが普通なんだよ。でもう聞いてるじゃん、ラピとかその声を。だからそれできちんと再生されるし、もう生々しくリアルだよねこれ。何の違和感もない、何の違和感もないから、完全にラピから返事が来たとかそういう風にしかもう思えなくなってるよね。すごい。しかもね、これ何がすごいって、時間乗ってる、リアルタイムの何時に収録してるかがバレるやつ。いや別にいいんだけど、はあ、すごいな最近のゲームってなんなんお前みたいな感じだけど最近のゲームやってるけどさアーマードがどうこうするゲームとかやってるけどさ、いやー感動した、メッセージ画面でラピです。いやこの一言を聞くためにどんだけの時間を使ってんのかという、しかもタップしたない、まあまあいいや、よろしく、これからよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします、ありがとうございます、ご丁寧に。そういうなんか親しき中にも礼儀あり的なスタンス好きですよ。はい俺これ永遠に楽しめるこのメッセージ失礼ですが一つだけお聞きしてもよろしいでしょうか。あ、どうぞどうぞ。まあメッセージの方が聞きやすいってのあるよね。可愛いとこあるね、ラピンもね。うん、あ、こっちか、どうぞ。マリアンを処分するとき、あー、なるほどね、あ、そう来ると思った。うん、戸惑われた理由をお聞きしたいです。あ、ちゃんとアニメムービーのところで、なあ、ラピが一番驚いてたもんね。あとね、アニスがクソって言うじゃん最後。あ、クソって言うんだっていう、あ、その汚い言葉使うんだとかじゃなくて、そう、ニケとしてね、やっぱニケがどこまでロボットなのかっていうのは、ロボットっていうかその戦闘兵器なのかっていうのは俺常に探ってみてるし、それを一番惑わしてきてるのが今アニスなんだよね。アニスに対して、まあ、まだ登場してるニケが少ないからっていうのもあるけど、アニスが喋るときに、あ、そこはそういう反応するんだって俺結構反応してると思うんだよね。そうだからね、アニスがねすごく人間臭いから、でもなんかさっきみたいにさ、あ、何を信じるっていうのとかって言ったりするじゃん。魅力的なんだよね、ニケの魅力を。あの子がやっぱり、まあ、ラピも十分魅力的なんだけど、
ラピはどっちかっていうとでも忠実タイプだから、なんかアニスはその屈託のない人間臭さをこっちに伝えてくれるようなタイプだから、そういう意味ですごく好感持てるよねやっぱりね。うん、あの子のおかげでこのニケというのはこう親しみを持って接することができるんだ、それでいいんだ、そういう風な目で見ていいんだってやっぱこっちも思えるんじゃないかね。長いかトーク、ちょやばいね、オートで進まない会話やばい。あの状況で冷静になれる者はいない。あの状況と言いますと具体的に何でしょうか。命を奪う時だ。うん、普通なら戸惑わないと思います。なるほど、ニケの命を奪うことは日常的なことですので。あ、そうなの。あ、ニケってそんなちょ統計みたいなその処分されてる数、いやすごい心痛いんだけど、どれだけ異例かがわかるじゃんこの今の状況が、あの状況が。うん、うわー、なるほどね。心苦しいけれども私には非日常だった。そうだよね、だって初陣でしょ、全てが想像だにしなかった状況だったんじゃない。そうですか、わかりました。いっぱい考えてるなって感じだね。突然変なことを聞いてしまいすみません。本当はねこのリアルでもっと言ったら、今タップしないとじゃないと進まないけど、メッセージは本当はもっとね相手の心理をおもんぱかりたいときは、あのメッセージが飛んでくるまでの時間とかね、まあもちろん仕事してるかもしれないんだけれども、うん、あのそういうのも考慮してどう思ってるのかっていうのを察してあげたいよね。では私はしばらく待機しております。君はどうだった。あ、ここがちょっと主人公はすごい不祥だな。ちゃんと興味を持って相手のことを聞いてあげられる。はい、あの時マリアンを見てどう思った、君はどう感じたんだいっていうね、それが悲しみなのか怒りなのかもっと別の感情なのかという、こうしてラピのことも知りたいと。特に何も感じませんでした。うん、わからないと言った方が正しいかもしれないね、ラピの場合は。すみません、訂正します。少し悲しい気持ちになりました。そうだから、それが正しく悲しい、これが悲しいでいいんだよねみたいな、そういうのもあるんだよなきっと。そうか、いいわ、こう感情不器用キャラいいわ。はい。では私は待機して戻ります。ああ、ありがとうございます。あ、何、好感度システムやっぱあんの。まずいな、やたらめったら適当にあれしていけないな。え、ちょっと待って、今日チュートリアルで終わっちゃうかもしれない。じゃあガチャ回したよとかの回にしようか。でガチャ最後回して終わりにするわ、ちょっと長くなってるはず。うん、指揮官様、今更だけど私たちと一緒に作戦を遂行するのってどう思う。いろいろと合わない、悪くない。え、この悪くない一択じゃねえの。いろいろと合わないってなんだろう。あ、ノリがってことか。うーん、まあ悪くない別に。え、なんだ、ちょっとさっきさ、ラピーハート100みたいな、これ選択肢によって変わるわけ。きっつきっつ、いやー厳しいな。そう、意外ね、普通命令をちゃんと聞けたとか敬意が感じられないだとか、ああだこうだ小言ばっかり言ってくるものだけど、ほらもうすでに性格が出てる。あの一文長く書かないアニスは。うん、そう、こういう風にね。でちょっと長いなって感じると、ああだこうだって言葉で端折り始める。人間臭いんだよねここね。こうたくさんメッセージをパッパッパって送って、長文は書かないスタイル。とにかくほらすぐに送ってくる。とにかくだからワクワク感があるんだよね。次をタップ、こうこの子の次の言葉を早く聞きたいみたいなのあるな。だから俺が1個しか送ってないのに対して、アニスお前いくつ送ってきてんだって感じじゃん。いいね、だからこういうやり取り個性が出てて面白い。そういうところまでさっきのラピとは違って、もちろんキャラの性格もあるんだけど、こういうところでねちゃんとメッセージのやり取り一つ一つにね特徴付けをしてるっていうところに、もうすでにスタッフ陣への好感が持てますよね。縁あって、何目線なんだろうね俺ね、普通に実況してるだけなんだけどごめんね。縁あって一緒に戦うことになったんだし、ほら縁とか言ってるもん。本当アニス好きになるだろみんな。これ君の感想が聞きたい。そうだね、あとさ、あの普通命令をちゃんと聞けたとか敬意を感じられないだとか、とかそんなこと言うやついるんだね。やべえやつだな。やべえやつだなとかやつね、その先はないんだけど、ただやべえやつって思うだけなんだけど。何の感想。あ、指揮官様に対する感想。私は正直言って特に何とも思わないわ。合わなくてもそうじゃなくてもどっちでもいい。どっちみち
そのうちどっちか一人は死ぬんだからさ、ははは。そうはさせない。ああ、そのうちどっちか一人は死ぬんだからさ、なるほどね。あー、わかったわかった。なんとなくさい、アニメムービーのクソがなんとなくわかったわ。今回もそうなのかみたいなことか。なるほどね。常に仲間を失ってきてるんだな、アニスっていうのは。うん、だからそうか。あー、わかったわかったわかった。全部つながった今。まあ全部つながったっていうか、そう、この先どうなるかはわかんないけど、ブラックスミスと戦うときにラピー死んじゃうよっつって逃げなきゃっていうのもそういうことだ。なるほどね。この子はやっぱり寂しい気持ちを常に抱えてるんだな。どう、そうとは自覚してないんだけど、うん、この子はやっぱりその仲間を失うっていう光景をずっと目の当たりにしてきてるんだね。じゃなきゃこんな屈託なく期待してないみたいな言い方はしないもん絶対。うん、だから最初に指揮官もいたんだよね、人類の敵っつって言ってたやつ。だからあれに関しても淡白だったな。そうはさせない。でこういう風に言うやつがこれまでいたかどうかだよな。そうだったらいいわね。ほら期待してない。まだ全然期待してない。うん。ずっと一緒に生き残られたら何も言うことはないわ。そう。でそれがそのうち義務感からじゃなくて心の底から守りたいとかそういう風に来るとまたちょっとアニスの成長につながっていく。多分そういう物語がこの先あるんじゃないかなって予想しながら行く。そうなれるよう祈りながら、ほら祈りとかね。だからこの子は失うものが大きいがゆえに人間がそう祈ったりとか、その厳密に言ったらそれは別に直接の解決になってるのかなって、まあ二毛視点から見たら疑問に思っちゃうようなこともきちんと理解できてる、理解しようとしてるって言った方がいいかもね。うん、そういうタイプなのかもね。頑張っていきましょう指揮官様。うん、頑張ろう。あざます。オッケーうん、頑張ろう。オッケー、いいね。なんかその返事が来るとは思わなかったんだろうな指揮官様。そうだなみたいな感じで来ると思ったんだろうな。あー、なるほど。でこれは何、カウンターズちゃんと招待できたかな。あー、なるほど。グループね。指揮官、何でもいいので発言してください。はてなはてな何でもいいのではてなはてなってすごいうがった見方するねこの人ね。カウンター、これ何なのみたいな感じでしょ。お、来た来た。誰かを招待するとか久しぶりで。なんだこれ。うん、カウンターズのブラブラチャットルームです。何それ。優先順位が低い。あー、ここでされても構いません。なるほどなるほどなるほど。あー、そういうことか。わかりました。射撃訓練一緒にしようとかそういうのね。オッケーオッケーオッケー。いつまで一緒にやれるかわからないけど、ほらいちいち挟んじゃうんだよアニスは。うん、あの複数、あの何、保険かけて自分に。あー、心が痛い。その時の気持ちを考えたら、この時どんな気持ちでメッセージを打ってるかですよアニスが。雑談もオッケー、いつまで一緒にやれるかわからないけど泣いちゃうよこんなんこんなん自分でやってくれるの辛すぎるだろ。よろしく、アニス自体だろお前、悪魔か。よろしくだろそこは何言ってんだこいつ、びっくりしたわまあ選びたくなる魅力あんのかもしれないけど、オッケー、うん、よろしくお願いしますでもなんでカウンターズって名前なの。舞台 04F とかよりはもうずっとマシだけど。あ、でも待って、そうか、アニス次第だけどねって選んでもいいのか。逆にアニスみたいに思い詰めてるタイプからしたら、あ、でも重いよな俺はね。でもあんま言いたくないんだよそういう、あい、お前次第だよみたいなことはすごい人生観で言いたくないんだよね。うん、まあ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 、ちょっとだから俺の感覚だとそれないだろみたいな感じなんだけど、場合によっちゃあるかと今ちょっと思ったな。うん、理由があるからでしょ、あんまり攻撃的に質問しないのはいはい、じゃあ私たちはカウンターズのためにもみんな頑張っていこうじゃないの。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとめっちゃ長い、10分やってた俺メッセージいかんいかん。よし、 OK、 じゃあ行きましょう。これガチャ回して、終わりにします今日は、長いんでいや面白い、これ楽しい。しかも演出綺麗だよな。いや飛ばしたくないんだよこれ。あ、このこういう感じの子たち、量産型の子たちなんだよね。うん、こういう子たちもいっぱいやっぱ確保してた方がいいんかね。OK、 はい、この300とかは高い方なんかね。あー、 OK ね、はいはいはい、まあアカウント戻ってるな、見て取れると思います。はい、このネオンとベロータっていうのもさっきのアカウントでもいたけど、うん、なんかね
どういう子たちなのかまだ全然わからないんですけれども、まあちょっとそのうちねしっかりと、あれしていきたいなとは思いますね。じゃあ次回は作戦出撃とか選んでいこうかな。まあ課金も全然ねしていきたいなと思ってるので、この作品に関しては、で先にこれ見といた方がいいよとかやっといた方がいいよっていうのがあればね、まあ、ちょっと俺もこの辺 N ってついてるのはプライベートの方でも見ておこうかなと思うので、まあこの辺は設定か画面か、これはちょっとよくわかんないけど、うん、まあそんな感じで次回も、楽しくやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。ハピネスダークのハピネスでした。またねこの最新の動画がチェックできるようにチャンネル登録や通知の設定も行っていただければと思います。皆さんのコメントお待ちしております。またね、バイバイ。